こんにちは。最近上野にあります本格的な現地の味にありつけるフィリピン料理屋さんを発見しまして気分が高揚しております。大輔です。自宅周辺のコンビニ街に行く場所が増えました。早速本題入りましょう。皆さんもうんざりしてるところかと思いますよね。なかなか開かない入国制限の壁ということでして、本日はねもうやめてくれと、入国制限はね勘弁してくれということで、現在日本政府が緩和をしている中、こういう人だったら入国できるよというね条件に関して最新情報を交えて皆さんにご報告をさせていただきます。本日の流れはこちらになります。1、外国人留学生らは再入国が認められている。2、新規ビザ発行開始してるの。3、今の国交断絶が苦しくて仕方ない方へということで、まあ、最後にねシンプルに解決策を提示できているわけではないんですけど、僕なりにね、苦しい思いをされている皆さんにメッセージをまとめましたので、ぜひ最後までお聞きくださると嬉しいです。このチャンネルでですね開催している毎週日曜日のライブ配信では、東南アジアですとか北米欧州だとかね、もう世界各国いろんな場所から皆さんお集まりいただきまして、悩みはねもうみんな共通ということなんですよね。あいつになったら愛しの国へね渡航ができるのか、またはね日本にいつになったら戻れるんだという話で持ちきりな感じなわけですよ。そんな皆さんに向けまして、今現在こういう状況だということね、正しくまあ理解を改めて整理をしていこうということが本日の趣旨になります。コロナ明けの海外行き待ち望んでいる方というのは、ぜひ最後まで見ていただければと思います。世界の情勢について一緒に学びたいよという方に関してはチャンネル登録をお勧めさせていただきます。それでは参りましょう。1、外国人留学生らは再入国が認められているというお話からです。まずね5月末より日本政府はですね、こんな発表してましたよね。ビジネス、留学生、そして最後に観光客というこの流れで緩和をね交渉していこうと、各国と調整をしていこうじゃないかという発表をされておりました。では今どうなってるかと言いますと、8月5日より在留資格を有する外国人の再入国に関して、まあ、条件を満たせばということになりますけども発表されております。永住者、定住者、日本人の配偶者など、永住者の配偶者などというね、こちらは外務省のサイトに記載されておりましたので、これらのね在留資格を持たれている方は対象となるということで間違いないかと思います。それでね、あと駐在員ですとか留学生の方ですね、こちら厳密にどの種類の在留資格が該当するのか外務省のサイトから確認ができませんでしたけども、まあ、これもね同じく8月5日より再入国がある条件下では認められていくということだと思います。数ある報道機関の中でこの在留資格のね名称を挙げていたのが唯一ね、朝日新聞が確認できましたので、まあ、これがね間違ってないということを信じまして一緒にチェックをしてまいりましょう。朝日新聞は記事の中で、こんな風に書いていましたね。経営管理、技能実習、留学というね、これらの在留資格が、対象となるという記載でした。こちらに在留資格の一覧の表を出します。赤く色をつけたところが条件付きで、まあ、再入国がねできるんじゃないかといったところです。朝日新聞の表現がですね、などというふうになってましたので、厳密にはもう少し種類が多いのかもしれません。在留資格をお持ちの方で、どうしてもこちらの情報のね、詳細が知りたいよという方に関しては、外務省に一度ね、問い合わせされるのが、まあ、手っ取り早いんじゃないかなと思います。これにですね、永住者、定住者、日本人の配偶者など、永住者の配偶者などもね、こんな風に加わりますので、まあこういうことになりますね。で、ここで大切な条件というのが、入国をね、原則拒否される前に出国をされてた方々が対象になるということですので、ほとんどの方というのが4月2日以前に出国していた皆さんということなんじゃないでしょうかね。まあそういった方であればほぼ確実に対象になっていると理解していいんじゃないでしょうか。国によっては入国拒否リストに加わったタイミングが4月の2日よりも後だったりしますので、ご自身のね、国、出国されていた先の国によってチェックをされる必要があるんじゃないかといったところです。それでは次行きましょう。2、新規ビザ発行開始してるのっていうね話ですけど、これね
されてるんですよね。外務省の発表を見る限りということですけども、ベトナムとタイのね、この2つの国に関して新規ビザ発行が開始され始めてると見ていいんじゃないでしょうか。外務省が発表しているスキームというのが、レジデンストラック、ビジネストラック、この2種類がありました。これらのスキームというのは、PCR 検査ですとか、2週間の隔離措置などの一定の条件に従うことで、ビジネス目的の渡航を許可していこうねという枠組みなんですね。レジデンストラックというのが、長期滞在者を想定したスキーム、駐在員などですね。ビジネストラックというのが短期出張者を想定したスキームということで、今現在運用が開始されたのは長期滞在者を想定したレジデンストラックのみとされています。対象地域はベトナムとタイの2国のみということですね。狭き門ではありますけども、新規のビザ発行が受付可能となっているわけですから、一時前と比べるとね、かなり前進したなというふうには思います。この2国から日本に入国される方に関しては、対象となる在留資格のね、種類をね、チェックされる必要がありますね。読み上げます。経営管理、企業内転勤、技術、人物知識、国際業務、介護、高度専門職、技能実習、特定技能、特定活動の、企業ですね。特定活動の EPA 看護師、介護福祉士、EPA 看護師、介護福祉士、補助者。ということですね。一番最後の看護ですとか介護に関わる特別活動に関してはベトナムのみが対象といったことのようです。ではですね、レジデンストラック詳細を見てまいりましょう。左が日本人が外国へ行く時のスキーム、右が外国人が日本へ入る時のスキームになります。いずれにしましても、渡航前の事前のビザ申請、14日間の健康モニタリング、PCR 検査が必要とあります。入国手続きに関しても、相手国によって詳細は違うみたいなんですけど、日本への、ね、入国の際には、改めて PCR 検査が必要でして、接触確認アプリのインストールなど、これね、必要になってくるといったところです。そしてですね、入国後には14日間の隔離措置、必須という形になります。要するには、日本人が帰国するときに課せられていました PCR 検査と2週間の隔離措置、これがね、条件を満たせば外国人にも一部認められるよという、そんなねスキームに見えます。こちらがすでにタイとベトナムで始まっているということですね。あくまでもこのスキームにおいての安全の確保が認められればでありますけども、他の国にもね広がっていってほしいなと思います。まあね、ライブ配信等にねご参加いただいている皆さんに関しては、もう今ね選択肢はもうないに等しいという中ですので、一歩ずつでもねこういうスキームが広がっていってほしいというね、そんな気持ちですよね。ではビジネストラックの方を見てまいりましょう。どうぞ。これはね、大きく違う点としましては、14日間の隔離期間において勤務先との往復に限って行動が認められるということですね。そしてそのためのね、活動計画書なるものを事前に提出する必要があると、こういう理解でいいんじゃないでしょうか。在留資格の種類ですとか他の細かい条件はね、今はまだこれ以上のものは発表されておりません。そしてね、この活動計画書でどこまでの行動が許されるのかなどですね、細かい取り決めが必要なのかもしれませんよね。そういうこともあって各国との調整にまだ時間がかかっていて、運用が開始されてないということなのかもしれません。こういう感じでですね、同等レベルのパンデミック対策を施すことが握れた国ですよね。すなわち相互条約が結べた国とは互いに行き来できるようにしていこうねというのが、このレジデンストラック、ビジネストラックの正体と見ていいんじゃないでしょうか。それでは次行きましょう。丸さん、今の国交断絶が苦しくて仕方ない方へということで、今後ね、このスキームがどんな感じで広がっていくのかっていうのが気になるところだと思います。最新の外務省発表見ていきましょう。7月29日にウェブサイトで発表されておりました。こちらの国の名前が上がっております。ベトナム、タイ、オーストラリア、ニュージーランド、カンボジア、シンガポール、韓国、中国、香港、マカオ、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、台湾というね、この中でもまずはタイ、ベトナムが開始されておりますので、そちらがね、うまく進めば他の国も広がっていくこと、これはね、期待していきたいところですよね。本チャンネルの視聴者さんのね、中にもこれらの国に関連する方々多くいらっしゃいますよね。例えばこのような方々です。旦那さんがシンガポールに赴任されていて、今離れ離れになってしまっている方。同じく旦那さんがですね、マレーシアに単身で行ってしまわれた方。ベトナムにね、奥さんがいらっしゃるという方。台湾に恋人がいらっしゃる方。香港または中国にいる相手とね、離れ離れになってしまうという方もね、いましたね。韓国に恋人または婚約者がいらっしゃる方も、結構ね、数
数いました。ほんの一例をね挙げさせていただきました。これを見ますとね、もうレジデンストラックでも何でもいいから結婚ビザの新規発行だけでも再開してくれると、僕のねチャンネルを見てくださってる皆さんのまあ半分ぐらいの方っていうのは前に進めるのかもしれません。この中でもね、僕が注目しているのは韓国ですね。特に韓国との国交断絶で困っている方っていうのは多い印象なんですよ。でもね、多いからというだけで注目してるわけではなくて、特にね今韓国と日本との間では政治上の問題もね取り沙汰されてるわけですので、まあ、いろんな報道ありますよね。そういうことがねごちゃ混ぜになった状況ではいつまで経っても結論はね出ないんだと思います。政治上のね、まあ、報復措置みたいなことがね、言われてますよね。またお互いの言い分があるんだと思いますけどね。それとは別に評価しなくちゃいけないのが感染症対策としての入国規制だと思うわけなんですね。で、最終的には世界人権宣言にもあります13条2項で、記されております、全ての人は自国を含むいずれかの国を去り自国に帰る権利を有すると記載されているわけですから、最終的には国際的な人権が守られるように各国の政治、もちろんね日本政府も含めてですよ、動いてくれることを信じて待ちましょうということですね。だからね、一人だとね諦めたくなるような瞬間っていうのが、まあ、どうしてもあるんじゃないかと思いますよね。そんな方はね、本チャンネルを通して正しい知識をつけていただいてですよ、自分の考えをね持ち続けられる方、いざ緩和が行われた時、もうこの緩和っても必ず来ますので、その時にね自分なりの正しい行動が取れるという方が一人でも多くいてくださればですね、僕が YouTube をしてるのはねこれ無駄じゃないという証明になりますので、まだ道のりは長いですけども、皆さん一緒に頑張ってまいりましょう。ということで今日の動画は以上になります。では皆さん良い一日をお過ごしください。大輔でした。